ちっちゃな星の王子様が終わってから、はい、一言。ついこの間ちっちゃな星の王子様という舞台が終わって、緊張感が、取れて、今はちょっとほっとしています。でもまたお父さんがまた必ずこのちっちゃな星の王子様の一番予算にすると言っているので、またそれはいつか必ず やるっていうのがあるので、すごい楽しみにしてます。 まだセリフ も全部は頭の中に入ってます。また今度の7月の芝居も、頑張りますので応援よろしくお願いします。このちっちゃな星のおじさまのいいところは、ほら、いろんな自分のことしか考えない大人たちを巡る話でしょ。で、星のおじさまは自分のことだけではなくて誰かのためのことを考える、そういうのを学べる作品だよね。で、この作品はお父さんからのプレゼントだったわけじゃない、今度4月の5日 お父さんの誕生日なんですけども、この日にお父さんと正さんという人と一緒に朗読のライブをしますので、皆様時間がある方はぜひいらしてください。お待ちしてます。ね、応援し合うっていうことは大切だよね、だからお客さんのこともなんか力になれることあったら応援したり、共演者もみんな頑張っているから共演者のみんなも応援し合って、これからずっとそのちっちゃな星の星座を保ち続けていけたらいいよね。頑張ります。元気に。